しめじは、石突きを切り、ほぐしておきます。豚肉を、細めにカットします。豆腐はさいの目に切って、用意しておきます。用意しておいた豚肉、しめじを炒めます。炒めたら調味料を入れます。水を入れて煮立たせます。豆腐に味が染みたら、一旦火を止めて、水溶き片栗粉を入れます。弱火で火をつけ直して、とろみが出てきたら、卵を入れます。
卵が半熟になってきたら、大きく混ぜ。最後に余熱で卵に火を通しながら、彩りにネギを入れたら完成です。